台湾科技大学の野球部が愛媛県を訪れ、昨日松山大学で日台野球交流サミットが行われました。この交流サミットは愛媛県と台湾科技市が野球を切り口にした交流の覚書を結んでいることを受けて開かれました。サミットに臨んだのは科技大学の野球部と四国地区の大学選抜チームの選手ら。科技大学野球部の監督が日本野球の魂は台湾野球の学ぶべきところと語ると、四国地区大学野球連盟から今後野球を通じた交換留学も考えてみてはと、さらなる交流を期待する意見も出されました。この後松山大学書道部が日本語と台湾語でメッセージを書き上げ、台湾からの訪問を歓迎していました。台湾科技大学野球部と四国地区の大学選抜チームは今日と明日交流試合を行います。